バレエ、ロメオとジュリエットの一場面が描かれた記念貨幣、ロメオとジュリエットは、ソ連の作曲家、セルゲイ・プロコフィエフが作曲したバレエ音楽である。イギリスの劇作家シェイクスピアによる悲劇、ロメオとジュリエットに基づく。バレエ音楽からプロコフィエフ自身によって、還元楽組曲3つとピアノ独奏用組曲1つが作られている。演出家であり、 シェイクスピア学者でもある、ラドロフ、ギリシャ劇の権威である、劇作家のエピオトルフスキー、振付やラブルフスキーらの協力を得て、台本を作成し、1935年に52曲からなる全曲を完成させたが、その時の筋立ては、終幕でロメオが1分早く駆けつけ、ジュリエットが生きていることに気づき、ハッピーエンドという内容になっていた。 ハッピーエンドにした理由は、バレエの振り付けのため、生きている人は踊ることができるが死者は踊れないという理由であったことを、プロコフィエフは自伝の中で述べている。その後、振り付け屋たちと相談し、悲劇的な結末を踊りで表現できることがわかり、原作通りの結末にして、終局を書き改めた。バレエは当初、レニングラードバレエ学校創立200年祭で、 上演される予定だったが、国評されて、契約を撤回された。そこでプロコフィエフは組曲を2つ作り、バレエの初演に先行して第1組曲を1936年に、モスクワで、第2組曲を1937年に、レニングラードで発表した。バレエは、その後、1938年12月30日に、チェコスロバキアの国立ブルの劇場で、 セムベロバ主演、クソタ振付により初演された。初演以降、数多くの振付家が本楽曲を用いたバレエを創作している。代表的な演出は以下の通りである。ダブルフスキー版マクミラン版編成拡張された3巻、編成。以上のオーケストラのほか、舞台上のバンだとして、ホルン4、トランペット6、テナーホルーン、バリトンホルン、バス2、トライアングル。 小太鼓、シンバル、大太鼓。演奏時間、約2時間半プロコフィエフが編んだ組曲がそのまま演奏されることは少なく、主に第一組曲、第二組曲から数曲を抜粋して演奏することが多い。1936年11月24日、モスクワのボリショイ劇場でセバスチャンの指揮により初演。民衆の踊り情景マドリガルメヌエット仮面ロメオと、 ジュリエット・ティボルトの詩編成フルートに、ピッコロ、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、テナー・サクソフォーン、トランペットに、コルネット、ホルン4、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、打楽器、ハープ、ピアノ、ゲ語部1937年4月15日、レニングラードで作曲者の指揮により初演され、現在でも、 この第二組曲が一番多くコンサートで演奏される。モンターギュー家とキャピュレット家少女ジュリエット奏、ローレンス踊り別れの前のロメオとジュリエットユリの花を手にした娘たちの踊り、ジュリエットの墓の前のロメオ演奏時間約30分、楽器編成フルートにピッコロ、オーボエにコーラングレ、クラリネットにバスクラリネット、ファゴットにコントラファゴト、テナーサクソフォーン。 トランペットに、コルネット、ホルン4、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、打楽器、ハープ、ピアノ、チェレスタ、ゲンゴブ、ビオラガモーレ1946年3月8日、モスクワでデクチャレンコの式により初演。噴水の前のロメオ町の踊りジュリエット・ウバーサの歌、ジュリエットの詩編成フルートに、ピッコロ、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、 コントラファゴット、トランペットさん、ホルン4、トロンボーンさん、チューバ、ティンパニ、打楽器、ハープ、ピアノ、チェレスタ、言語部ゴ九1937年に、モスクワで作曲者自身により初演。民衆の踊り情景メヌエット少女、ジュリエット仮面モンターギューケとキャピュレットケソローレンス・マキューシオユリの花を手にした娘たちの踊り、ロメオとジュリエットの別れ。ありがとうございます。